はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は2冊のファイルを紹介していきたいと思います。1冊はオーダーいただいたファイルで、もう1冊は前に出品していたファイルなんですけれども、購入を検討しているので動画で紹介してくださいというふうに言われたので、今回はその2冊をまとめて紹介していきたいなと思います。久しぶりに動画を撮るので、ちょっとぎこちなかったりとかするかもしれないんですけれども、よかったらぜひ最後までご覧になってください。今日ちょっと風邪とかじゃないんですけど、ガラガラで声が聞き取りにくかったら申し訳ないんですけれども、明るく全力で紹介していきたいと思います。はい、で今回まずオーダーいただいたファイルがこちらのいちごのスタバの柄で、もう一冊は普通に前出品していたペーパードールメイトなんですけど、まだ動画では紹介していなかったので、はい、これを紹介します。まずはじゃあペーパードールメイトの方から紹介していきます。ペーパードールメイトの方はこんな感じになっています。まずここにはペーパーナプキンを入れてます。イースター系のペーパーナプキンですね。でこちらはこのラッピング袋、これすごい質が面白い素材で、中は普通にツルツルなんですけど、でこれがジップバッグです。でこちらがこんな感じのレターセットを入れてます。これがスイマーですね。でこちらが猫ちゃんのメモになります。ダイカット、でこちらこれがこんな感じのメモになります。すごいこれ可愛くてお気に入りのコスメ系のメモで、こっちがガールのデザインのメモです。はい、こちらになります。でここにはもうじきっていうか、今ちょうどハロウィンのものを結構見かけると思うんですけど、ハロウィンのトランプを入れてます。31のものですね。でこちらが開けると中に飴を貼ることができる、飴でも何でもいいんですけど、メッセージも書けるっていうやつです。これを3枚入れてます。こちらがスイーツ系のとっても可愛いレターセットになります。でこちらがいつでものシナモンくんのメモ。結構コメントでシナモンくんって男の子だったんだってコメントがあるんですけど、くんなんですよね。はい、でこちらがタキシードサムのメモです。はい、で一番奥のところにはマチ付けジッパーバッグの S を入れてます。はい、ペーパードールメイトのファイルの紹介は以上になります。次はこちらのファイルを紹介していきます。こちらはこんな感じの、前に1回作ったことあるんですけど、オーダーいただいたので作りました。こんな感じです。で中は銀ガムチェックで合わせました。こっちは銀ガムチェックで合わせましたっていうか、銀ガムチェック要素表紙にないだろうって感じなんですけど、合わせたというか、ピンク系で作ってくださいって言われたので、ワックスペーパーをピンクにしました。はい、いちごが好きな方なのでいちご柄のワックスペーパーで作ればよかったんですけど、でもちょっとね、もう作る暇がなかったので、このもうこの間作ってあったこっちのワックスペーパーにしました。はい、でまずこちら、これはこんな感じのさっきも紹介したマチ付きジッパーバッグ S を入れてます。で中もピンク系でお願いしますって言われたんですけど、ピンク系のもので全て揃えるってなると結構大変で、ピンクのもの、ピンク大好きなのでピンクのものをいろいろ持ってはいるんですけど、このファイルに合わないサイズだったりとかで難しくて、まあこうちょっとピンク入ってたりとかっていうのはあれなんですけど、あんまり全部をピンクにできなかったので申し訳ないなと思うんですが、まあ頑張っていろいろ
やってみました。でいちごが好きな方なのでいちごもこれいちご全部っていうレターセットは以前に入れたことがあったのでなかったので探してこのいちごがせめて入ってるレターセットを探しました。でこちらこっちがピンク入ってるメモなのでこれも2種類入れてます。でこちらこれもピンクと緑、ここにも一応ピンク要素は入ってるんですけどピンク系ではないのかなって思ったりすいません本当に。でこちらこれもね、まあ、全部ピンクは一応入ってるメモなんですけれどもこれはちょっと入ってないですね。あ、ピンクなのかな本当にすいません、いろいろ考えていろいろ探したんですけどねなかなかなく。これはアイスのメモです。これすごい私が好きなメモです。でこちらがこのおしゃれな、これめっちゃおしゃれですよね、この封筒の柄がおしゃれ、こんな感じです。レタセです。でこちらがいつも入れてるメモ4種類をこのダイカットとこっちのやつを入れてます。でこちらトランプですね。でこちらがレトロガールの便箋です。でもこれ封筒とセットのものではないのでただ便箋だけなんですけどこの4種類のレトロガールを入れてみました。でこの奥のところにはペッパナプも一応ピンク系のものを入れたつもりなんですけど以前ピンクのいちご柄のとか入れたりしたので今回はこのおしゃれなとピンクとか入ってるようなペーパーナプキンを選ばせていただきました。ご要望にお答えできたかどうかはわからないんですけれども一応表紙をこちらで作らせていただいて私なりにいろいろ中身はなるべくピンク系をと心がけていたんですけれどもちょっと難しかったのではい、ご希望にお答えできたかどうかはわからないんですけれども気に入っていただけたらなと思います。はい、というわけで今回はこちらの2冊のファイルを紹介しました。ご視聴していただきありがとうございました。他にもいろいろなファイルを出品しているので気になる方はぜひ麦ショップハーツにて見てみてください。ではバイバーイ。